Thank you.
ので、でライオンがそれをちょっと、まあ、小さい肉なのですごい迫力があるという感じではないですが、一応移動しながらその餌を探しながら食べるというのを、ここの手前のフェンスのとこと非常奥のガラスのところですね、のところで、まあ、こう交互にといいますか、餌を置いていきたいと思いますので、それをまあ見た方はですね、ちょっと後ろの方と交代していただくのを、まあ、3回4回いけるかとちょっと怪しいですけれども、それを3回ぐらい繰り返したいと思いますので、前で見えた方はですね、後ろの方と交代していただくということでさせていただきたいと思います。